こんにちは。心理カウンセラーの高森です。うつ病になってから休日に動けなくなりましたという相談があることがあります。これはある意味それでいいんですね。それは逆にうつ病だけれども休日に無理をしてどこか出かけたりして明るい気分になろうとするっていうのがあるんですけど、これをやりますと月曜日からかえってその休日の動いた疲れっていうものが影響が出て、でますます調子が悪くなるっていうことがなりますから、そもそも休日で動けなくなるのは平日に動いていてそれがかなり無理をしていて、そして休日になると気が緩んで動けなくなるっていうことになってしまうんですけども、むしろこれは動けないっていうよりは動かないで休むっていうことが大事ですよね。でなるべくもしお仕事されている方であればその負担っていうのも小さくするっていうことが大事になってきますし、ですからこの動けないっていうことで悩むというよりは動かないでいてしっかり休むっていうように意味合いを少し変えて捉えていただくといいかもしれませんね。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。この動画の下にメンタル不調を予防する感情チェック&アドバイスという無料サービスのリンクが貼ってあります。よろしければご利用になってみてください。